盛大な拍手でお迎えください。どうぞ。モデル、女優、さらに幅広い分野で活躍を広げるクールビューティー、三宗薫さんです。ファッション誌やドラマ、映画などモデル、女優としての活躍にとどまらず、最近では LINE スタンプの作成に挑戦するなど、その才能をさまざまな分野で発揮されています。今日はね、ブラックリストだけにブラックのドレスで登場。お綺麗でいらっしゃいますよね。三宗さんはですね、ブラックリストシーズン2で吹き替えの声優にも初挑戦していらっしゃるということで、その話も後ほどお伺いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。三宗薫です。では続いて、お二人目のゲストをお呼びしたいと思います。オンリーワンの個性で人気沸騰中の素敵な方です。同じく客席中ほどのドアにご注目ください。どうぞ。司会にバラエティに大人気、ご存知坂上忍さんです。おー、歓声が上がっております。テレビ番組に引っ張りだこ、ズバッとストレートに一刀両断する毒舌キャラとして大人気の坂上さん、テレビで見ない日はないというほどの人気ぶり、ご存知の通りだと思います。俳優としてのキャリアも長くてらして、海外ドラマもたくさんご覧になっているということで、でブラックリストのクオリティに魅了されてきたとのことで、今日はチームブラックリストに参加していただいております。では改めてご紹介しましょう。本日のスペシャルゲスト、チームブラックリスト、坂上忍さんと三宗薫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとおいおいおい、俺ら呼んでくれよ。ゲストの方いらっしゃるんでしょうか。いや違います、2人だけです。あれ、あのもう開けないでいいです、閉めちゃってください。坂上開けろ。どういうことだこれ。じゃあ どうぞお入りください。俺らも呼ばれてるはずだぞ。あ、お待たせしました。おっと、こっちだよ。ダチョウ倶楽部の皆さん、お待たせしました。ちょっとちょっと、どっちこっち行く、こっち、あ、こっち、あ、こっち行く。いやいやいや、どういうことこれ。いや、俺らもブラックリストのはずなんだよ。あ、そうです。お待たせしました。お待たせしました。どういうことだこれ。いやどうも。あら、しかも上島さんの姿、もしかしてあれ、おいおいおい、レッドかな、レッドかな。いや本当だ。いや、あれはレッドじゃないですよね。レッド、レッド、レッドです。いやー、さあ、時計カメラ、上島、気をつけろ、気をつけろ、気をつけろ。あ、下手くそだな。レッドが転んじゃった。え、そ、ブラックリストのレッドなんて、そんなわざとらしいのでもいいんですか。いいんです、いいんです。あ、いいんですか。だってこいつは違うもん。そう、俺はレッドだ。レッドだ。この物語は何が出るか、それがお楽しみの。何言ってんの。わけわかんねえな、お前それ。あ、もし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 、せーの、くるりんぱ。出た出た。あの、ということは、ダチョウ倶楽部の皆さんもチームブラックリストでよろしいでしょうか。そうですよ、ブラックリストですよ。ちゃんと作ってるから。聞いてないんですけど、聞いてないんですけれども。聞いてない。せーの、聞いてないよ。恥ずかしいわ。恥ずかしい。いや、ジモンさ、せーのっていうのもうマイク入ってるから。え、芸歴30年でせーのっておかしい。せーのも含めて聞いてないです。あ、そうなの。まあいいです、いいですよ。はい、まあ進めてください。もう坂上さん聞いてなかったですよ。並んで立つの大丈夫ですか。ちょっとちょっと。え、いや、ね、僕はだってあのカオルちゃんと一緒って聞いてたから。ですよね。はい。ダチョウさんのことは全然聞いてないです。いやいやいや、ちょっとそれはないでしょう。だって。なんですか。一人で出てわわわわ言われてさ。いや、いいじゃんだから。今どうか分かんない、売れてるかも分かんないけどよ。マジでなんない。そうだろう、お前。仲直り。本当にやんなきゃいけないのこれ。仲直り。すみません。皆さん仲直りしました。ちょっと待てよ。お前何ジロジロ見てんだよ。見てない。見てるじゃねえか、お前。さっきからよ、お前。それだって共演者の方の。共演者の方じゃねえだろ、バカ野郎。できないよ、お前。できるか、お前。びっくりした。一瞬誰も止めてくれないかと。受け入れるんじゃないよ、こんなの。受け入れようとした。イメージ変わるぞ。受け入れねばって思いました。すごいね。思っちゃいました。困るわ、俺が。ありがとうございます。